サンボードロモ・ダ・マルケス・ジ・サップ会は、ブラジルのリオデジャネイロ中心市街地にあるサンボードロモ。隣接する広場の名から、アポテオセ広場とも称される。毎年、リオのカーニバルの際に、サンバスクールがパレードを、コンテストで競う会場として、パレードできる長い空間を持つ形で建設された。このパレードは、毎年何万人もの観衆を、ブラジル内外から集めている。 このサンボドロモは、オスカー・ニー・マイヤーの設計により、1984年に建設された。マルケス・ジサプカイ通りの沿道700メートルを、高級的なパレード会場に作り変えたもので、パレード通路の両側には、監修のための屋根のない観覧席が設けられており、収容辞任は9万人である。パレード通路の終点には、アポテオセ広場があって、 ここにも屋根のない観覧席があり、パレード終了後に広場に集まって、人々が騒げるようになっている。それぞれのサンバスクールは、12月からサンボードロモで、予行演習をはじめ、カーニバル本番までリハーサルが続けられる。カーニバルの時期以外には、国際的な音楽コンサートの会場に使われることがある。ここで演奏したアーティストには、フィル・コリンズ、ボブ・ディラン、 ローリングストーンズ、キッス、アイアンガ・メーデン、コールド・プレイ、エルトン・ジョン、ロクセット、ジェームス・ブラント、ホイット・ニー・ヒューストン、レディオ・ヘッド、ロビー・ウィリアムズ、ロジャー・ウォーターズ、エリック・クラプトン、ニル・バーナ、パール・ジャム、ガンズ・アンド・ローゼズ、カルロス・サンタナ、アブリル・ラ・ビーン、ジョナス・ブラザーズ、デミ・ロバート、アーハラがいる。グループでアセッソ A のパレード中、セクター9の最後部から撮影した。 パノラマ写真。パレードは右から左へ進んでおり、最後尾には外線門のフロート車が見える。対面する側には VIP 用のコメロと席が見える。リオのカーニバル公式のカーニバルのパレードは、始順説が始まる直前に行われる。この連続する4夜の間、各サンバスクールは午後8時から翌朝にかけて次々とパレードを行う。 アクセスグループ A のスクールは初日の土曜日の夜にスペシャルグループの各校は日曜日と月曜日グループリオデジャネイロ1の各校は火曜日の夜に登場する中でもスペシャルグループの登場する夜は最大の見せ場となるパレードはテレビで全国中継されテレビを通して多くの視聴者に視聴される各スクールはあらかじめ決められた時間のうちに 数千人に及ぶパレードの踊り手たち、打楽器隊、フロート車などすべてを参謀泥もの橋から橋まで通し終えなければならない。スクールはそれぞれ伝統とする独自の特色を持っている。スクールは審判団によって格付けされ、競争は熾烈になる。灰の水曜日に審査結果が集計され、優勝者が決定される。 その週の土曜日には優勝パレードが行われ、スペシャルグループのカテゴリーで最上位となった5つのスクールがパレードを披露する。2008年当時、スペシャルグループの登場する夜の料金は、屋根のない観覧席の最低額の10レアルから、無料の飲食サービスなどもろもろがつく、VIP 席の500レアルまで様々であるが、実際には、転売目的の買い占めなどによって、 プレミアがつき、はるかに高い金額を支払わなければチケットは手に入らない状態だった。最も良い席では、米ドルで2500ドル以上の値がついたという。最も注目されるスクールを、ードロモで見るチケットの価格が高騰した結果、多くのブラジル人がチケットを入手できなくなった。商業化が進んだことへの反動として、リオデジャネイロでは、 市内各地でポルトガル語、ブラコ・カーニバレスコと呼ばれる無料のブロックパーティーが盛んになっている。スクールの正規のメンバーでなくとも、コスチュームを購入して、踊り手の一人として紛れ込むことは可能である。参謀ドロモで実施された、アーチェリー競技2016年のリオデジャネイロき、五輪の際には、アーチェリーとマラソンの競技会場となった。また、 パラリンピックでもアーチェリー競技が行われた。リストオブ・オスカー・ニーマイヤーワークス。ありがとうございます。